学歴コンプ系民泊ホストのゆきこです。いやまたしても、超一流大学に通ってる学生が、女性にまあそのまあ、まあ暴行性的暴行して、まあ、逮捕されたっていう、まあ、そういうお話でございます。でこの、まあ、民泊ホストとAirbnb と慶応合官大学と、まあ、どういうつながりがあるのかっていうと、まあ、関係はまあ終わりですよね。まあ、もしも例えば民泊のホストが、なんかこんなような問題を起こしたりすると、例えば、ニューヨークだ東京だなんやらだで、まあ、似たような事件があると、それ見たことか民泊は危ないっていうことになっちゃうと思うので、まあその安全性とかそういうので、まあ、関係があるかなと思います。で、まあ、一応私のチャンネルでは関係のないようなことでも、まあ、雑談的に、まあ、言っているので、まああのまあ、もしもねこのビデオを聞いてくださってる人がいるかどうか分かりませんが、まあよろしくお願いします。でこれ白いスカーフ巻いてると全然これ見えないですね、これね。はい、まあいいや。はい、でですね、ミスター慶応義塾大学ですね。はい、さっきから慶応合なんとか大学って、まあ、言わない方がいいかもしれないですけども、で事件の概要とか、こう顔を蹴ったりお腹を蹴ったりとかって、いやー なんてひどいやつだとか思いますけども、まあそのお腹を蹴るってどういう意味ですかね。その相手にまあこうお腹を蹴れば妊娠しないとか、まさかそんなことをまあ期待してとか、そういうあれですかね。なんかこの人高校時代とか留学時代にもなんか女性を、まあ、妊娠させたりとかで、まあそうですね、まあ、世の女性たちは、まあまあ、その経歴とか学歴とかだけじゃなくて、まあそうですね、まあ、私なんか不細工なんですけども、まあ、志を高く持ってですね、初婚の人と結婚したいとか、隠し子のいない人と結婚したいっていうふうに、まあ、私はそう思ってたんで、まあまあ、若い人、まあ、私なんかもう年寄りですけども、まあ、若い人とかこれから彼氏見つけるとか結婚するとか、そういう、まあ、女性たちは、まあ、その男性がですね、その、まあ、過去に女性を、まあ、妊娠させたとか中絶させたことがあるとか、そういうのもちょっとチェックした方がいいと思いますね、その婚活とか、まあ、する場合で。ちょっと民泊から婚活の話に移ってしまいました。でその被害に遭った女性、まあ、19歳ってことで、あれ未成年だとなんかもうあれ未成年とはたとえ合意でもやっちゃいけないように法律が変わったんじゃないのかな。まあまあいいや。で、まあ、その女性がその、横浜市のあれ何食ってたかな、そのカプセルホテルのあるところに、まあこう足取り悪く歩いてたっていう、そういうまあ一行とかあったんですけども、まあね、そういう、まあ、カプセルホテル、まあやっぱり安全なね民泊に泊まってください。ちゃんとねホストが常駐してて、まあまあこれはこっからうちの宣伝ですけども、あ、ゆきこさんこれから帰りますとか言ってくれたら、もう帰ってくる時にじゃあああ今すぐ鍵開けるからって言ったりとか、
です、まあ、そういうちゃんとホストがいてくれるところとかって安心できると思うんですよね。まあ気を使うとかそういうこともありますけども、まああのやっぱりその大阪で女性が殺されたっていうのもあれも不在型だったと思うのでね、あのまあ皆さん安全をまあ第一に考えましょう。あのということで家主常駐型ホームステイ型の民泊、あのぜひおすすめしますので、あの、まあ、うちにもあの裏若い女性たちがあの時々来ますんでね。だけどあの私年寄りながらあの、まあ、しっかりあのお守りしますんで、はい、ってことでございますよね。で、まあ、あこの人その渡辺陽太っていう人でこあのツイッターとかでなんか書くときにこの陽のところあのいわゆる陽キャって書いて、でそのキャの部分を消す、そして太いと書いてひらがなのイを消す、でそうやって書いてんですよね。で、まあ、家族構成ですけども、あんなんかあのその4人兄弟ですか、ちょっと珍しいですね。でなんかこう子だくさんの性欲が強い家系なんですかね。そのまあその、まあ、つい最近、まあ、あれ2ヶ月前ですかね、そのまあまあその天国に、まあ、国の力によって、まあ、天国に生かされてしまった、まあ、某宗教の教祖の人だって、あの制裁、まあ、奥さんとの間には6人、愛人との間には3人、その他って合計すると15人ぐらいっていうすごい幸福者で、で自分も、まあ、熊本出身の、あのなんかあれきな兄弟の数、ああ兄弟の数忘れちゃった、畳職人のお父さんお母さんから兄弟、ちょっとちゃんとノートとか書いてから、あの、まあ、ビデオ撮った方がいいかもしれませんけど、まあすごい有名な話なんで、まあその、まあ、ついこの間、まあ、国の力によって天国に行ってしまった、某宗教のあの人も、まあ、あの兄弟とか多いですよね。でそういう性欲が強い、まあ、あの子供の数と性欲は、まあ、関係ないとは言うんですけども、だけどあのでもそれってあの小さい子供たちがその3人とか4人とか寝てるあの一つ屋根の下で、まあ、そういうことできるってことは、まあ、かなり元気な人でないと無理なんじゃないかなみたいに、まあまあ、私なんか体力ないし年寄りなんでちょっとそういうふうに思ったりなんかするんですけれども、であとおじいちゃんからその石原裕次郎みたいになれっていう、であの私もあんまり石原裕次郎とかそんなにあのまあその石原裕次郎自体がどういう人か、まあ、そんな全然わかんないですけども、この人が出てる映画でやっぱりその、女性が妊娠して中絶してそれが元で、あのまあ、亡くなって、でそのお葬式のところ時に何かこう灰をまき散らしたとかそういう場面があるらしくて、まあ、織田信長じゃないですけども、で何かそういうのも嫌なんですよね、その妊娠とか中絶とか、あの本当にひどいなとかも思うし、まあ、まあ私自身がねそのいらない子供として生まれたから、まあ、そういうあの中絶とかってもうあの、まあ、私はもういやいあの許せないんですよね、はい、ということでございます。でスイスとニュージーランド、いやスイスって英語圏じゃないのに なぜかスイス花嫁学校ですかね。でだけどもでそこで問題を起こしたって、で相手は日本人女性留学生同士ってことですかね。あのその日本人男性と日本人女性で留学してからのなんていうんですかね、まあその愛の生活って言っちゃちょっと随分昭和大正の言葉になっちゃうかな。まあですね、留学生
女性だったら楽しい思いできるんだと思いますよ。だけど男性の場合はその女作ってとかでできるのかなとか思っちゃうんですよ。なぜかっていうと日本人の男の人が海外、まあ、欧米とか出ると、まあ、不利なになっちゃうじゃないですか、まあ、この人みたいにいくら背が高くても。で女子学生の場合、まあ、その行った先で、留学先で、まあ、いわゆる現地の素敵な人と、まあ、巡り合えて、まあ、彼氏でも結婚でもどっちでもいいんですけど、そういうふうに思ってるだろうから、そうすると日本人の留学生は留学生の女子の留学生は日本人男子留学生に興味ないんじゃないかなとか思うんですよね。そうなるとムカついてそれで問題を起こしたってことですかね。黒とかオレンジ、黒ってこれ腹黒のことかねとかちょっとね思ったんですがね。で満たされ期間毎日キャンパスのどこかにいるってこうお祭り、あ、学園祭のことですよね、満たされって。それがない時だってやっぱ学校行かなきゃやばいんじゃないですか、大学生って。はい、そういうことですね。で、まあこの人は、まあ、顔を、まあ、ちょっと写真じゃちょっと、まあ、実物見たわけじゃないんで写真とか見ない限りちょっとあれなんですけど、まあ、ミスター慶応合官大学ってことは、まあ、イケメンだっていうことになってるらしいですけども、まあ、あとは、まあ、身長182ってことでこれはかなり高い方ですけどね。なんかこの写真とかを見ても、あ、でもみんななんか同じぐらい、みんな同じぐらいの背丈じゃないですか、この5人のファイナリストって。で、まあそういう、まあそうですね、背の高さに関しては、その背が高いのって、まあたとえじいさんになってじじいになっても、顔がシワフシャになっても背の高さだけは残ると思うし、まあ、背が高いっていうのは特別なことだと思うんで、それがちょっとまあその、まあ、とんでもない自信というか、俺は何しても許されるみたいな、ちょっとそういう感覚とかが、まあ、根付いてしまうのかもしれないなと思います。で、トールマンシンドローム、高い男のシンドロームですかね、トールマンシンドロームとかあるんですけども、ちょっとそういうのも、まあ、ちょっとビデオを作りたいなと思います。はい、まあ、女性の皆さん、学校選び、 あと遊び選び、男性選び、あと泊まる場所とか、まあ、安全を、まあ、第一に、してください。まあ、民泊の場合は不在型よりも家主常駐型の方が、まあ、安全だと思いますね。まあそのホストファミリーの人が変態だったらちょっと困りますけども、まあうちなんかは、まあ、家族ですから、私と主人と子供と、まあ、3人家族なんでね、その変態の独身男性が1人でホストしてるとか、変態の女の人が1人でホストしてるとか、そういうんじゃないんで、まあぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。